アイドルグループ、カトゥーンの中丸雄一が、都内某大学に通う橋本環奈にの女子大生と、アパホテルで密会していたことが、週刊、文春の取材で分かった。中丸が所属するスタートエンターテインメントは事実、関係を認め、今後についてですが、本人の希望も含め謹慎することとさせていただきます、と回答した。最年長として、 グループを牽引してきた中丸は1998年に旧ジャニーズ事務所に入所し2006年にカトゥーンの一員としてデビューした2001年に6人組で結成されデビュー前に東京ドーム公演を行うなど異例の人気を博していた CD デビュー曲「リアルフェイスはミリオンセラーを記録だがその後赤西仁、田中清らメンバーの脱退が 止い発表。そこから約2年の充電期間を経て現在の体制である亀梨和也上田達也中丸の3人組で再始動しました中丸は最年長としてグループを牽引活躍の場はアイドル界だけに止まらない人気絶頂の2008年24歳の時に早稲田大学の e スクールに入学し 学び直した勉強家、ジャニーズ初の総大卒アイドルになりました。地上波のドラマで主演を張るほどの実力だったが、2020年以降、俳優業はぱったりやめた。お芝居関係の仕事は卒業しているんでと公言し、今はユーチューバーや漫画家として邁進している。今年1月に、 元日テレアナウンサーとの結婚を発表2021年嵐の二宮和也が開設した YouTube チャンネルヨニのチャンネルのメンバーとして動画編集を担当漫画家としては山田くんのざわめく時間講談社で2023年にデビューヨニのチャンネルの登録者数は448万人超え2022年の24時間テレビ45日テレ系では メインパーソナリティを務めた当時の名称はジャニのチャンネル。中丸は個人チャンネルも運営している上、漫画の執筆もあり、多忙を極める。さらに、毎週日曜朝に生放送される情報番組、週1日テレ系では、マジスカというレギュラーコーナーを担当。コメンテーターとしても才能を発揮する。そんな中丸が、生涯の伴侶として選んだのが、 元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈32だった今年1月16日中丸が所属事務所を通じて笹崎との結婚を発表以下のコメントを出したこれからはより一層自分らしく芸事に励み人に必要とされるように努めてまいります新婚ホやホやの2人だが少子は新妻の笹崎が思わず マジっすかと聞き返したくなるような場面に遭遇してしまったのだった中丸自身も厳粛に受け止めており深く反省女子大生とのアパホテール密会について中丸の所属事務所に尋ねると以下の回答があった今回中丸の取った行動につきましては社会的にも影響力のある立場として自覚と責任に欠けた行動であり 弊社といたしましても感化できず、大変遺憾に思っております。中丸自身も厳粛に受け止めており、ご家族やお相手の方に対しても辛い思いをさせてしまったことを深く反省しております。今後についてですが、本人の希望も含め謹慎することとさせていただきます。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。 旧ジャニーズ所属タレントのスキャンダルが以前よりもモテサタになりやすくなっている印象があります。この要因は以下あたりだと考えられます。1ジャニーズ事務所による報道統制がなくなった2新会社スタートが報道統制をしていない可能性3スポーツ氏も忖度しなくなった。実際、芸能プロダクションの大きな役割の一つにはスキャンダルの処理があります。 旧ジャニーズ事務所はこれを強くコントロールしていた会社です。もちろんタレントのプライベートに関するスキャンダルをどれほど報じてよいかということには十分に議論の余地があるでしょう。例えば法に触れない熱愛報道などがそうです。こうしたゴシップは第三者、ネタも倒壊した個々人の意見表明イコール遠極的な自己主張としての機能があります。要は、 ゴシップの対象、タレントについて、多くの人は強い関心はなく、安全に自己主張するためのツールなのです。不特定多数の女性と交際したいのなら、結婚なんてしなけりゃいい。結婚するなら、女遊びは結婚以降は終わりにする。家族、親族は迷惑するし、結婚を祝った人も気まずい思いをして、誰も幸せになれない。 事務所の家族に辛い思いをさせたことを深く反省はわかりますがそこに合わせてお相手に引っかかりました。女子大生とはいえ中丸氏が既婚者であることを承知の上でこういう経緯に至るわけですよね。文面を見ると相手の女性も被害を被ったかのように受け取られかねないなと思いました。こういう報道があると事務所の対応も非常に大切ですよね。 夫婦どちらかの不倫は、下側は仕事に支障をきたすのは、身から出たサビだと思うけど、配偶者が有名人でテレビや雑誌に出る、お仕事の人は気の毒だなと。下手したら、配偶者の仕事にも影響する、可能性があるでしょうし、奥さんからすると裏切りに対して、だけではなく、二重に許せない気がします。それにしても、マスコミが、 ホテル名をわざわざざ出す必要はあったのでしょうか、不倫のイメージがついてしまって気の毒ですプライベートなことは本人の自由ですが多くの番組に出演しているいわゆる売れっ子の人たちは番組制作スタッフにご迷惑をおかけしたり番組を楽しみにしている視聴者の方々の期待を裏切るようなことをしてはいけないと思います中丸氏は多忙な仕事の最中に 漫画を描いて連載まで持つようになってますし、非常に努力もされているんだなぁと好印象を持っていましたが、何かストレスでも抱えていたのでしょうか。謹慎は非常に残念に思います。東出正大の不倫の時3年も不倫するなんて、今の時代そんなこともわからないのかみたいな、偉そうな後者くたれてたけど、ちゃんと会見で説明するのか。自分はそそくさ逃げて、 隠れるのかどういう対応するのか興味があるアッパはエレベーター1台だしすぐ来ないしフロントは来る客来る客ジロジロ見張るように見るしでよく利用してたなとは感じますまだフレッシュサインの方がいいのにねあと綺麗な奥様がいるのにねとも思ういろいろ思いますな結婚したばかりなのになぜ嫁さんと出演番組と ファンに迷惑かけて人生台無しにしてまですることなんですかねアパホテルで女子大生ってのも袴田義彦のアパ不倫に似てダサいです渡したタクシー代もせこい袴田義彦はなんとか復帰しましたが現役ジャニーズで不倫は今後相当厳しいと思われます笹崎里奈さんもプライド高そうなので許すのかどうか代償は 大きいですね。結婚発表した時は、中丸くんなら間違いない。笹崎さんは、いい人を見つけたと多くの人がコメントしてたけど、やっぱり人の本性なんてわからないな。記事が出るまで我慢して我慢して、一気に逃げた感じ。この逃げ足の速さは、芸能人史上最速じゃないか。事務所は変わっても、スキャンダルは、事務所がもみ消すというタレントの意識は変わらなかったか。